みなさんこんにちは、しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はじゃん、今使ってる筆箱の中身紹介をしていこうと思います。はい、ということで今回は今ね、私このたい焼きの筆箱を使っているんですけど、今回はこちらの中身を紹介していこうと思います。で、これ妹とお揃いなんですよ。で、前回使ってたのがサメ、わかるかな、サメの筆箱なので、また魚つながりになるんですけど、これ結構大容量で分厚くないですか？うん、この横幅と高さがめっちゃあるので、もう本当にバンバン入れられて、バンバン出せて、もう全然使いやすいです。早速中身紹介していきます。はい、ということでここからはね、あの中身紹介になるので、ちょっと手元をアップできたいと思います。まず一つ目がこちら、シャーペンですね。え、今私これ使ってんの？でもちょっと聞いて、あのね、これね、ショッピングモールでなんか1本180円とかで買ったの。税込み200円ぐらいの勢いで買ったの。可愛いから2本買っちゃったんだけど、友達とお揃いで。そしたらね、次の日ダイソーに行ったの、100円で売ったの、これ。え、やばくない？だからちょっともうこれはもうなんかもう200円損したなと思って、もうボロボロになるまで使ってやろうと思って今使ってます。これもなんか友達と買い物に行った時に買ったんだけど、これもシャーペンなんですよ。そしてシャーペン3本持ってて、でもなんかね、写真が詰まっちゃったのかね、出てこないんだよ。見え、なんかこっから先がね、絶対出てこないの。ここから先が絶対ね、入っちゃうし、マジでね、ここから先が出てこない、助けてほしい。で、ちょっと順番違うかもしれないけど、手前になったので紹介します。これアラビックヤマト、これはね、あのね、そう、筆箱が今までちっちゃかったから入れてなかったんだけど、今回入るようになったので入れました。めっちゃ便利、糊がね、筆箱に入ってるとマジ便利、本当に。次もう一気に紹介しちゃいますね。なんかね、同じ種類のね、ペンしか入ってないよ。だから揃えたがりみたいな。結構入ってるもん。これさ、え、こっち手に入ってんだけど。これな、これワン、ユニボールワンっていうらしいです。ワンボールペン。赤でしょ？濃いピンクと薄いピンクでしょ？青と薄い青。水色？緑と黄緑、黄色とオレンジ。茶色とグレーと紫の色。12本入ってました。これもね、友達とお揃いなの。そう、だから、そう、なんか入ってますね。なんかね、結構使うのね、いろんな色、私。ノートとか。いやね、なんか、ノートの色をあんま取らない人が、なんか頭いいみたいなイメージがあったの、私は。なんか、やっぱりなんか、勉強の意欲を出すにはペンをね、使いたいなとか思っちゃって。はい、いっぱい入れてます。次はこちら。なんか最近ね、無印のペンやめたんだけど、この色だけめちゃめちゃ好きで、この色だけ入ってます。このね、この種類のペンじゃないよ、このペンがめちゃめちゃ色が良くてめっちゃ好きです。なので使ってます。で、あと無印つながりでね、こちら、これが修正ペンです。修正ペン、こちら定規です。これも確か無印だったはず。もう結構ね、使いすぎてちょっとボロボロなんですけど、結構好きですこれ。待って、まだ入ってた。無印のボールペン、オレンジのボールペン、また入ってるの知らなかったんだけど、私こっちのオレンジのペン使ってて、あの赤シートで隠せるやつ、でもこっち使ってません。ちょっと抜こうかな、これ。筆箱から抜こう。これ今ね、そう、赤ペン、ん、赤いシートで隠すやつ、オレンジペン、これ使ってるんですよ。多分確か100均、多分確か100均ってあれだな、確か100均で買いました。こちらめっちゃ使いやすいですこれ、はい、こちらの蛍光ペン5色です。青、ピンク、赤かな、オレンジ、緑、黄色、こちらの5色で、次にこちらまとめて紹介しちゃいますね。これあの、私がディズニーにね、1月お正月あたりに行ったんですけど、その時のお土産で友達とお揃いですね、こちらのペン2本はなので使ってます。次にこちら、また無印なんですけど、水性サインペン灰色ですね。え、これね、灰色なんだけど、
めちゃめちゃね、色が可愛いの。ちょっとガチ可愛い、本当に。しかもなんか水性ペンだから、本当ノートに線引いたりとかめちゃめちゃ優秀です。はい、テスト期間とかね、よく使ってました。次にこちら、ハサミ。これね、どこで買ったっけ、無印百均わかんないけど、こういうのがハサミです。次にこちら、なぜかね、あのねコンパスがむき出したいって言うんだけど、そう、これちょうどあの演習とかやってて、テスト、理科と数学のテストでコンパスが必要だったので入れてました。もう使わないですね、これと。次はこちら、消しゴムです。なぜか2個入ってます。そう、最初こっちのね、黒いやつ、こっちの黒いもの消しを使ってたんだけど、このね、中身がね、テスト終わった同時ぐらいになくなっちゃって、そのカンニングになるから、こっちもこう取ってテストの時は使ってるんだけど、なくなっちゃって、代理として家にあった消しゴムをちぎって持ってってたんですよ。そしたら普通に落ちてて見つかりました。ラスト、こちら、これね、写真だったんだけど空ですね。昨日で使われちゃった。やっぱ口目に汚いよ。まずこちら、これ多分消しゴムのリフィルですね。また付箋が2枚と、あとなんかセロハンテープのゴミと、あとなんか写真とか入ってるんだけど、いや汚い、お片付けしようか。ちょっとね、あまりにも汚すぎたんで、ちょっと掃除していこうと思います。まずちょっとこの写真とかを捨ててきますね。はい、捨ててきました。でもね、あのね、小学校の頃と比べると、やっぱりもうシャーペンになったからか、その黒くならないんだよね、筆箱が。うん、もうめちゃめちゃいい、本当にシャーペン。ということで入れていきます。まずシャーペン2本、ちょっとこれね、多分壊れて使えないので、今回置いときます。マジで好きだったこのシャーペン。で、あとまあ消しゴム入れてきますね。で、あとこの定規、これも入れてきます。で、ペンはどうしようかな。まず蛍光ペンは入れとこう、5本。これね、最近緑とか蛍光ペン使ってないんだよね。うん、まあ入れておきます。一応入れといて、オレンジペン、これはいるので入れておきます。で、これもまあ友達とこれはいいだし、これもよくね、あの学習問題とか囲むのに使うので入れます。で、問題はこれですよ、ここ。ここにさ、ペンたち、12本のペンたち、いや、まずこんな色いるか問題が出てくるんですよ。いやー、でもなー、多分ね、でもいらないね色もあるんよ、多分。これとか特にオレンジ、これね、もうオレンジ入ってるんで、ほぼ使わないんですよね。そう、なんか使うペンだけ入れていこうかなと思います。はい、ということで決まりました。半分にね、絞りました。赤とピンクと紫と青と黄色と緑、この6色を入れていきます。やばい、結構スカスカ、結構スカスカになりました。で、のりとハサミは入れます。で、あとは修正ペンいるか、修正ペンも入れます。で、これも入れます。え、どう、ちょっと綺麗になったくない？だいぶスカスカになったりさ、消しカスとかもしてたし、めっちゃ綺麗になったかもしれない。紹介&片付けもできました。ということで、どうだったでしょうか。筆箱はね、あの普通に雑貨屋さんとかで買ったので、どっか行けばあると思います。はい、ということで、今回はね、私が今使っている筆箱を紹介してみました。ね、私ね、ザリガニとかサメとか変なのばっか使うんだけど、ついに食べ物来たかみたいな感じですね。はい、ということで、あ、そう、
この前これを使っていった日に友達にえこれ C? とかって言われてめっちゃ気まずかったの。でもそう全然雑貨なんですよ普通に。でも C で探してもねないと思う。調べてないから分かんないけど普通に雑貨屋ですはい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。それではバイバーイ。もう最近投稿できなくてごめんなさい。写真買わなきゃ。